出だしが大事ってことは言ってたんですけど、やっぱ相手の勢い、1球の2プレッシャーに負けて、そこからはまあリードをしっかりキープされる展開だったので、そこが敗因だったかなと思います。ちょっとプレーオフは1回負けたら終わりなので、本当そのつもりで明日は1勝できるように、まあ、今からしっかり反省して勝利したいと思います。